ピオカ。あれ？え？ちょっと待って。あかん、そんなことしてばれちゃう。財布がない。え？どういうこと？え、俺ちゃん今日財布持ってきてないの？え？財布がない。え？え？いや、今クレープ屋さん前まで来たんだけど、よかったクレープ頼んで。財布がないわ。財布がない。これ忘れただけだったらいいけど、落としてたら最悪なんだけど。ちょっと一回家に帰ります。え？いい、ちょっと一回家帰ろう。これ危ない。そう、クレープショップ来たところやった。クレープショップ来たけど財布がないわ。あれ、もしかして今日朝財布落としてそれっきり家帰らんの。帰らんの何もできへんよ。財布なかったら帰らんの何もあかんやろ。これまそこだったらあかんやろ。クレープどころかパチンコめかれへん。何もできへんの今。財布忘れた最悪なんだけど。もうせっかくクレープ屋まで来たのに、さっき家の近所やったのに、最悪なんだけど。なんでやねん。ちょ、キャッシュカードとかなんやかんやも入ってるから、ほんまに落としてたら最悪やねん。あ、最悪やな。でも今日よく考えたらね、あ、確かに財布を入れた記憶はないわ。うん、朝出るとき財布を入れた記憶が全くないわ。うん、スマホとモバイルバッテリーと他は準備したけど、財布を触った記憶がないから、今日あの財布置きっぱなしだわ家に。暑い。雨がまだす。あ、こういう時にね、君たちがね、あの俺ちゃんの銀行口座にデビット口座にお金を入れてくれたらすぐに買えるんだけど、はあ、君たちがね、俺ちゃんのデビット口座にお金を入れてくれたらすぐ買えるんだよ。家に帰らなくても買えるんだよ。スロットも行けるし、ジャイロも買えるしね。暑い。交番でお金借りたらええねん、返さんかったらええねん、借りパクしたらええねん、夜逃げしたたらええねん、払わんかったらええねん、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 ええねん。でもこれもう多分家帰ったらもう外出る気なくなるんだけど、多分家帰ったらこれもう外出る気なくなるんだけど、もうお茶もコーヒーもクレープ食べる気満々で全部飲み干してね、クレープ屋の前まで来て枠をわざわざ開いたのに財布を忘れたことに気づいたわ。最悪なんだけど。元気じゃないわよ。ちゃんとチラシ千枚巻きて、もう足パンパンよ。もう家帰ったらこれ絶対出る気なくなるわ、こんなもん。こんなもん笑ってられへんし、陽気なサザエさんじゃないし、別に陽気な工人でもないからね。別に陽気でやってるわけじゃないよ。このお日さんの陽気のせいでぼーっとしとんねん。これ新聞配達の方が給料ええんちゃうかな。テレレテテテレテレレレテジャンキーポンマジで。あなたさっき元気やねって言うて、元気ないって言ってんのに、ようそこでウーバーに言えるよ。よう言えたよ。今これ帰るだけでも嫌基地入ってるのに、もう帰ったら多分家出ないよマジで。出れない。今外だからね、バイク見に行こうかなとか、あとあのクレープ食べようかなとか、いろいろ考えてね、これからの妄想をね、クレープ食べて口の周りにいっぱいつけながらね、そのままバイク買いに行って、兄ちゃん口の周りなんかついてんでって言われるところまでがワンセットやと思ってたのに、
なんとね、財布忘れたわ。全く気がつかなかった、そのことに。46のおっさんが1円も持たずに半日過ごしたってすごくない？何かあったらどうするつもりやったんやろ今日。金1円も持ってなかったんだけど。やばくないですか？さっきこの道チャリンコで飛ばしてきたのに、意気揚々とみんなに面白い配信を、オリちゃんのトロピカルトークをお届けしようと思って意気揚々とこの道を走ってきたのに、もう疲れた。ダメだわ、もう無理だわ、もう無理やわ、もう無理やわ、もう無理やわ。ね、その話をしてたところですよ、ね、今からクレープ食べて口の周りにねクリームいっぱいつけながらバイク見に行って、バイク屋で兄ちゃん口の周りなんかついてんでえっていうところまでワンセットプラス、その後ね新世界のマルハン行こうと思って、すっごいワクワクしてチャリンコ、あ、すっごい疲れてる中チャリンコをこいでね、クレープ屋の前で枠開いた途端にね財布を忘れたことに気がつきました。お財布忘れた工事、うん、最悪です、最悪です、財布忘れた。え、でも一回家帰って財布取ったらちょっとだけ休憩させて、マジでちょっとだけ。うん、今まで枠つけてなかったから、え、マジで枠つけてなかったか、君たちにはね分からないと思うけど、おりちゃん今日ね最速で1000枚巻いたんだから、当たり前やそんな。お仕事した後のパパはねテカってる、なんでやねん、枠もつけるのは、枠をつけるのも忘れるぐらい集中してチラシを巻いて最速で1000枚を終わらしたのにね、君たちはそういう仕打ちですか、ね、2800円を4時間で稼いだね、時給700円おじさんですよ、時給700円おじさんですよ、ね、なんでアンケなんだよ、だからなんでアンケなんだよ、チャリンコ乗りながらアンケとか取られんやろ。ああ、暑い暑い、もうこのエリアはチラシ巻いたからええねええね、やんわ、気持ち悪くなるわ。君らがアイテムをくれた分だけクレープ食べてやるわ、一番安いの320円とかで。え？せやで。せやで。ああ。昨日みたいに7000円突っ込んで1万8000円して帰ってくるんやで。いやいや。アンケート、アンケート、ね、問題、せ、え？マジで。マジで。やった、デマちゃんがクレープ台の花火くれるって、ありがとう、ありがとう、ありがとう、テマンゲリオン。真っ昼間に街の真ん中で大きな声でテマンゲリオン、そんなことしてるからな、ツバちゃんも配信、マジで、どうしたの？いや、ほんまやん。どうした？どうした、テマンゲリオン。どうしたの、テマンゲリオン。テマちゃん花火やす。
花火なのに、花火なのに。行くから待ちな、財布忘れた言うてるやろ。財布ないねん、財布。だから財布だけ行ってるって言うてるやろ。今財布ない言うてるやろ。そうなの、そこネタ的なの。うん、バンブーさん、バーガー効果あります。どうしたのみんな、今まで投げない秒だったのに。今日ちなみにここの生ポマンション巻いておっさんに、チラシまくな、罰金取るぞって怒られたけど、ちょ待って、お前生ポやんけって言いそうやった。お前俺の税金で飯食うとれないか。世の中間違いすぎてない、マジで。なんで生ポのおっさんが一番偉そうなの。生子のおっさんが一番偉そうな世の中ってどういう世の中ですか。おかしいでしょよ。そうだからこれからはね、こじきが一番偉い世の中なんですよ。だから俺ちゃんが一番偉いのよ。配信こじきの俺ちゃんが一番偉いのよ。で2800円分細かなかね。おっさん何やなのじじい、自分から突っ込んできとって、おい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 言うとったで、じいちゃん。やばない?もう年寄りチャリンコ乗せるな、マジで。ねえ。自分が、なんか行く方向は自分が優先みたいな。見た今のじいさん。チャリンコの。おいおいおい言ってたけど、じゃあお前が止まれよ、みたいな。お前バカだろ。ああいうチャリンコも乗れないようなじじいはもうね、射殺したらいいのよ。なんで不動産屋におんの、なんで不動産屋におんの。行かないですけど。え、っていうかバンじゃないの、配信できてモテんの、おもんないやん、そんな。なんで解除したの。いや、マジ。あの、別に生きてていい人は生きていいけど、害しかないやつおるやん、世の中に。あ、キャス行った。あ、ついにキャス行った。え、キャスってレベルいくつですかね。しかもキャスで、収益化しようと思ったら、300時間ぐらい配信しとかないとダメなんですけど、残念ながら。収益化もできませんね、残念ながら。直振りしか無理ですね、こうなると。どうされますか?お茶爆しても現金化できませんよ。収益化できませんよ、お茶爆も。残念ながら俺ちゃんもだからレベル2で止まったまんまだもん。キャスなんてねえ、300時間ぐらい配信した翌月ぐらいからしか収益化できないのに。でしょ、34とか無理でしょ。俺ちゃんでもレベル20は34ごときでは稼がれへんでしょ。他の人たち大概50だから、ね、34から上に上がるのすごい大変よ。あ、でもアンチあんだけ持ったらレベル上がるか、ツイキャスのレベル上がるか。なんせ閲覧人数かける閲覧時間だから。おいちゃんなんか閲覧1人2人でレベル20まで上げたんだけど、すごくない？俺テマちゃんの閲覧だけでレベル20まで持ってってんけど、ツイキャスすごくない？俺ちゃんのツイキャスなんてテマンゲリオンしか見てなかったのに、レベル20まで持ってってんけど、すごない？テマンゲリオン一人でレベル20って、どんだけ2人で何、あのスカイプワークしてたんだよ。スカイプキャスどんだけしてたんだよ。お金ないね、お金ないね。それラブラブやろ、マジ気持ち悪いぐらいラブラブやろ。閲覧1でレベル20って。あ、メガホンありがとう。ちょられた。俺ちゃん、軽トラ手に入るかもしれんから、軽トラ手に入ったら、和歌山で乗り打ちしようか。ちょっとチャリンコ止めてくるわ。もうすぐに出すから、ここでええやろ。
家賃の12万円ください。7階や言うとけ。7階やうち。階段で足なんかしたら。てか多分2階までも上がられへんと思う。日焼けしてるでめっちゃ。これ3日連続こんなもん直射日光浴びながらチラシ巻いたら日焼けするわ。真っ黒だわ。誰が巻き顔なんだよ。家主が降りてくるわ。さんが降りてくるわ。呼び丼じゃねえよ。すっごいない。嫁だけ市民税の納税通知が来たわ。嫁だけ市民税の納税通知が来たわ。絶対食わなあかんな。ちょ待ってや。ちょ待ってやこれ。ちょほんまに、ちょほんまに個人情報とかさらしたらあかんで。ねえ。君たちもバンなるで、個人情報さらしたら。君たち個人情報さらしたらバンなるで、マジで。ねえ。ねえ。人の部屋番号がね。7階とかそんなんさらしたらバンなるで、君ら。なあ、バンするで。バンやで。バンブーさんだけにバンやで。閲覧20ないから400円やで、これ400円やで。ジュース飲まれへんで。320円のチョコクレープとね、100円、2ダウンの100円でジュース買えたとしても、あれ財布ないんだけど。財布落としたん？ちょやばない？じゃあマジで、財布落としたんか俺。財布ないねんけど。あったよかった。一瞬めっちゃヒヤッとした。あったよかったよ、財布あったよ、財布あったよ。マジびっくりした、マジびっくりした。財布の残金、ババン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 。ちょ、そんないっぱい現金使ったら、あのジャグラー打ちに行かれへんなるからね。ほら昨日言ってたでしょ、あの充電器壊れたってやつ。充電器壊れたんだけど、もう使えないんですけど、充電器代ください。この USB 充電器潰れたんだけど、充電器代ください。この USB 充電器潰れたんだけど、これ写メ撮ったかな。ね、何この USB 充電器はいいねで買えるの？ね、この USB 充電器はいいねで買えるのか。ちょっと発音が違ったな。いいねやるの、いいねって。いいね。いいね。あ、チーズ屋です。こういうのも。風船1個で充電器買えるんだよ。君ら金銭感覚おかしいのか。君ら金銭感覚おかしいのかよ。はあ、暑い、はあ、おかしいでしょ君らの金銭感覚。ねえ、風船1個何ポイントやねん。風船1個何ポイントもらえんねん、おるちゃん。おかしい言うとんねんだから。そやな、ちりつもやけどもやな。ちりつもはちりつもやけども。
俺はもう動く元気なくなってきた。電気代かよ。え？何が？待ちいな、もう。いや、言うなや、もう。今帰ってきたとこやないかい。こうやってお昼寝させへんから夜、すぐ寝ちゃうのよ、言うときますけど。あなたたち、俺ちゃんはお昼寝させへんから、ね。夜すぐ寝ちゃうのよ。疲れて。ね。マジで。え？ね。なんでや。ちょっとね、メイン携帯の方が充電できないんだけど、どうしたらいいのこれ。早くパチンコ屋に行かないと。メインスマホが充電できないわ、閉まらないから大丈夫だから。あそこだって今まで4時でしょ。クレープ屋なんて今からね、学校帰りのね、女子中高生たぶらかすのが目的なのに今からに決まってんでしょうがよ。そんなのあんなとこが閉まるわけないでしょ。絶対バナナ抜きで食べます。バナナは抜きです。なんで君が あたいがバナナ嫌いでね、前回バナナ抜きにしようと思ったのに無理くりバナナ入れられたことを、ね、未だにまだ覚えてるってすごいね。あなたいつまで覚えてるのそれ、ね、前回クレープをねチョコ生クリームにしたはずなのに、なぜかねバナナクリームにされてた。俺ちゃんの配信見てたでしょ。君バナナ嫌いやつってんのよ。かわいそうとかじゃない。なんでやねん。私かわいい食べなから。そんなね、収益化もされていないツイキャスをやってるような人、もう終わりですよ。うわ、どうすんねやろ。え、不動産屋とか行って、もしかしてもう家賃払われへんから引っ越ししようと思ってる？え、そもそももう収入源断たれましたけど、どうするんですか？しかも自らバンにして。どうするんですか、ね、いやてっきりさ、あのハルさんとかツバニャに喧嘩売ってたから、それであの喧嘩両成敗番かなと思ったら、何のことはない。あのただ聞いただけだからよく分かんないけど、何？人の個人情報をさらしてばん。え？自らですか？何？あの人ってあの特攻隊かなんかなの？アホやな。なんで LDK やねんな。普通に 1DK の方が家賃安いに決まってるだろう。 1LDK なんかに住める身分じゃねえだろ。 1LDK っていう間取りの方がなかなか少ないんだけど、普通に考えて 1LDK 作るぐらいだったら 2DK 作るから。普通は、特に日本は、日本の家族構成的に 1LDK のマンション探す方が難しいですけど。なんでそんな払えんの。まあ他に金使うことないからだろうな。家賃しかないんでしょうね、きっと払うものが。え、もしかしてあの敷金礼金何も込みで12万月の家賃が12万じゃなくて、え、何もかもが込みで12万とかほざいてんの。もしかしてそうではない。それは違う。恐ろしいな。てるよね。え、どういうこと。込み込み。あ、そんなことないですよ。敷金なんか別にどっちでもいいですよ。で、礼金だけいるときは単身マンションなんて全然 何も言われないでしょ。今時多いのはあの清掃代って言って1万から2万円ぼったくられるのは多いけど、もうそれはもう泣き寝入りでみんな払って、それ以外大したことないよ、どこも、うん、おうちは何回もあの何ゼロゼロ物件でもゼロで出たこともあるよ。
個人家主なんてそんなもんだから、入ってってくれただけありがとうみたいな。あ、保証金はだいたい返ってきますよ、うん、保証金はその、敷金分引かれて、あ、礼金分引かれて返ってくる。だから壁に穴開けとか、穴開けたとかは別よ、うん、普通は返ってくるよ。だから返ってこないってよっぽどの住み方してるとかね。まあ配信者だったら分かんないけど、頭おかしいの多いから、うん、普通に住んでて帰ってこない方がおかしいでしょうよ。マジで。割とマジで。ちょっともう外行くの嫌になってきた。扉に穴開けた。ダメでしょ。じゃあダメでしょうよ。修理費取られるでしょうよ、そんなの。そんなの。敷金から引かれるでしょうよ。もうええやん。大黒町住めよ、もう。もう今住んでるとこ解約して。あ、そんなん全然大丈夫よ。壁に押しピンとか全然大丈夫。どうせクロス張り替えたら分からなくなるから。いや、だから大黒町に住めばいいじゃない。ねえ。ねえ。大黒町住んだらいいじゃない、リッキー君と。で、そこで配信して家賃払って。込み込み12万で住むよ。込み込み12万で住むよ。それから花園町のマンション。いや、普通に、あれですよ、普通の生活で使った壁の汚れとか、あの押しピンとかは、クロス張り替えしたら大体なくなるから、そんなんでいちいち取られないですよ、金なんて。いちいちそんなんチェックもしないから。うん。あ、この間ほら、だってうちの2階に、うちの母親住んでて、九州行ったじゃないですか。何にも持っていかれなかったから。あ、20行ってないから、延長。マジで、それぼったくられてるわ、完全に。ちょ、延長しとこうか。これ延長どうやってしたらいいの？延長。くそ。ちょっと20人。間違いなく殴られてるね。あ、この子分かってないわと思われて。それか、そもそも礼金じゃだったんじゃないの？敷金じゃなくて礼金だったんじゃないの？礼金は返ってこないですよ。その礼金でクロス張り替えたり考えてはるか、家主は。礼金10万、敷金0とか、そんなのもあるし。あ、マジで両方払ったの？マジで？で、敷金返ってこなかったの？それ詐欺じゃん。ちょっと、っていうか、今朝、冷やさったのにもう真っ黒なんだけど、やばくない？キャッ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 これで20いかんかったら400円になった挙句の果てに50円引かれて350円ですけどね、これじゃ50円払ったんだけど、うせえけど、みんなからいただいていた延長チケットがあったはずやから、延長チケット、あ、しかも今日延長チケット今6枚ある。バーガーって何ポイントなの？バーガーって何ポイントよ。あ、そう、今日こうゼクシーもおたのよ。すごくない？ゼクシーって初めてもらったんですけど。おちゃん、もしかして明日からのイベント1位になれんじゃない？あ、ゼクシーありがとう。え、なんで持ってんの、ゼクシー。なんで、もしかして買ったの、あなた。あ、バモサメガーです。あ、メガホン、メガホン、めっちゃメガホン。メガホンです。行くがな、もう行けばいいんでしょう。もう、いや、言うな。なんで課金すんの、君は。なんで課金すんの。
あ、目が離す。あ、目が離す。あ、まあ、皆さん目が離す。あ、手間ちゃん目が離す。あ、バムさん目が離す。あ、まあ、見てみなさん、あ、たまに、まみさん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 、まあ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 まテマギルさん、チーズティープレイバリアです。バンブさん、フセンです。バンブさん、フセンです。テマギルさん、ベンガホンです。マイミルさん、ベンガホンです。テマギルさん、ベンガホンです。バンブさん、フセン、バンブさん、フセン、マイミルさん、ベンガホンです。テマギルさん、ベンガホンです。バンブさん、フセン、バンブさん、フセンです。テマギルさん、ベンガホンです。なんか見た目だけすごいね。見た目だけすごいね。行く、行くよ。行くよだから。行くがな。行きますやんかいな。いや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 言うなよ。いや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 言いなさんなよ。行きまんがな。もういや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 言いなさんなよ。ちょっと顔ぐらいふかしてえな。汗かいてベタベタでんねん。はい、メロディーさん、メガハンです。なんでワーワーなんだよ。何がワーワーなんだよ。延長しただろうがよ。延長して2分しか経ってねえわ。なんでこんなとこで枠切れんだよ。おかしいだろ。チョキじゃねえわ。ちょ、マジで腕焼けてんだけど。マジで、あの、腕日焼けしてんだけど。やばくないっすか？ねえ。引きこもり配信者にはありえない日焼けをしてんだけど、やばくないですか？顔面鏡めっちゃ熱いねんけど、やばくないこれ。一瞬ヒヤッとしたけどね。でもよう考えたら今日財布触った記憶が全くなかったから、あ、家やなと思って。帽子は、ナイキの帽子や欲しいものリストに入ってます。何がやねん。ちょ、顔めっちゃヒリヒリ、マスクしてたのに顔ヒリヒリしてんねんけど。は、花火ちょうだい。は、花火ちょうだい。ガラン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 、アイテムくれたらええねん。マイメロディさん、メガホンです。テマンギリオンさん、メガホンです。マイメロディさん、メガホンです。テマンギリオンさん、メガホンです。花火ちょうだい。花火ちょうだい。そろそろ花火くれないとブロックするよ。花火ちょうだい。花火ちょうだい。ガラン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 。最高。いっか、しんどいのよ本当にマジで言うときますけど、すっごく疲れてんのよ俺ちゃん、こう見えてね。それをね、君たちのために俺ちゃんは今からね、君たちのためによ、いや一日中ね重たい荷物背負ってね、いや持たないわ、ウーバーバッグなんか。20キロのリュック背負って、チラシ配ってね、何十キロも歩いてチラシ配って帰ってきてね、これからクレープ食べに行くのよ。おかしくない？あ、バイク屋も行かなあかんか、ちょっと急ごう。マジで、マジで急がなあかんわ。バイク屋閉まっちゃうわ。なんでド M 設定なんだよ。ド M じゃねえわ。おじちゃん言ってるでしょ、ド S だって。いてて、あー、足が痛い。あー。立つのしんどいのにも、痛い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 
何がやねん何がご褒美なんですか。足痛いっつってんだよ、ね、あ痛いよ。あなんでこんな足痛いのにお出かけせなあかんの。もうお家いるのに。そういうボロ雑巾のようにいつも使い捨てられるのこの人たちに。で行ったらなんで行ったんって言われる。なんでわざわざクレープ食べに行ったんって言われる。行けってあんだけ言ったのに。いてててて食べに行った食べに行った。なんでわざわざ行ったん疲れてんのに。アホちゃうって言われる。人に金使え金使えって言ってたくせに。行ってば足痛いんだってば。足がよ。財布忘れた。あちょっと待って財布持ってきたかな。いやスキップとか無理だけどちょっと待って今マジで財布忘れたらしゃれならん。あるあるびっくりした。また財布一瞬ヒヤッとした。財布家の中にあるのを見て安心してそのまま来たかなと思う。こうして財布忘れたらだいぶやばいだろ。おじちゃんでもすごい体力残ってるよね。っていうか体力じゃないけどねこれ。体力が残ってるんじゃなくてね、しんどくて疲れてるのに無理くり言ってるだけだから。そうクレープ食べてバイク屋行ってジャイロの在庫見てジャグラージャグラーでジャイロ代稼ぐから。で和歌山まで行ってララタの家の近所のパチンコ屋でララタとあのジャグラー対決。あ機種何でもいいよ。1時間以内1時間合流して2時スタートとかで1時間好きな台を打って3枚勝負。いくら投資して何枚出たか。なんで無理ですってね。分かんないでしょうよ。原油の S もねマイナス含み損今2900円だから。マイナス9000円マイナス1万円になってたあの原油の S が今マイナス2900円だから危なかったよね。ゼロカットされたと思ってたわ。もう諦めて今日ビラ撒いてたのに。だからもうあの追加投資もせんとほっといたのに。ついにマイナス2900円まで戻ってきたよ。難品したら殺されてたけど、難品したら確実に殺されてたけど、なんとなく嫌な予感がしたからそのまま放置してたら生き残ったよ。さすが俺ちゃんでしょ。俺ちゃん FX うまいじゃん。 FX かーんじゃ。立場内に行っても閲覧増えないもん。別にアイテムも飛ばないし、立花も何もおごってくれないし。それがいい？天王寺でしょ。場所が違うん、場所が。あ、1時間ゴッド対決する。1時間でゴッドっていくら使えんねんやろ。2万ぐらい突っ込めるよね、ゴッドだったら。予算3万ぐらい持っていっといて、1時間ゴッド対決する。まあ、ハーデスでも凱旋でもどっちでもいいから。おりちゃんハーデスにしよう。おりちゃんハーデスってゴッドゲーム揃ったら柴田の間にして犬って言うとこは犬。お父さんって言うとこは犬。和歌山だったら配信させてくれるっしょ。どっか近藤組長みたいに盗撮でやるか、それか俺の いつものおりちゃんみたいに盗撮でやるか。弱かった分かれへんか。店の外で配信あの喋って中入ってでそれぞれの画面で映して。いやラピートでいかない。ジャイロでいくから。ジャイロキャノピーで行くからラピート代もったいないでしょ。ジャイロキャノピーで行くから
どう考えてもラピード出た方が安く上がんねんけど。だってラータン住んでるところが南海沿線から近いとは限らないでしょ。だって天王寺でデートするぐらいだから JR 沿線でしょ。だからラピートよりかははるかの方でしょ。知りたい。そうだ、おりちゃんは千日前さに乗って鶴橋に乗り換えて JR で天王寺からまた乗り換えて、大変なんだけど、電車で行くと大変なの。しかも終電禁制になるし。あっつ、もう大差も日焼けしてるのにめっちゃ焼けるわこれ。めっちゃ焼けるわこれ。めっちゃ焼けるわこれ。あっつ、あっつ、あっつ。クレープどうしようかな。チョコ、さっき見たチョコアーモンドクリームがあったから。チョコアーモンドクリーム。メガホン取得ってなんかノルマがあんの？え、今向かってるね。ああ、ウーバーやる元気はないっす。日焼け止めじゃなくてサンオイル塗ってチラシ巻いてます。大体サンオイルは塗ってチラシ巻いてます。今日は塗ってないです。今日は塗らんかったけど、昨日とはサンオイル塗ってチラシ巻きました。今日はちなみに塗ってないです。塗ってない日に限って早く終わるし、火いっぱい当たってます。で、チラシ巻いたら人ん家の家の前行くからさ、日陰が多いのよ。でも配信してたらさ、人ん家の家の前なんか行かないじゃない。で、火に当たるのよ。配信者の方が健康的なんじゃない？暑い。暑いよ。あれ、俺ちゃんメガネ忘れてきてない。もういいか。あ、ジャイロキャノピーや。いや、もうビラないよ。ビラないよ。この間もらった3000枚はもう巻き終わったよ。1000枚でノルマクリアしたよ。そうね、ニートかな。1号で出動中です。あ、今日そういえば途中でエスティマーにレクサスのエンブレムついてた。バカだなと思った。なんでエスティマにレクサスのエンブレムつけてんだよ。バカなのか。エスティマのトヨタのエンブレム外してレクサスのエンブレムついてた。普通にレクサス のタクシーの個人タクシーのレクサスもおったけど、ハイブリッドで。暑い。だって今日真っ黒のレクサス LS 見たよ。真っ黒の LS600。 真っ黒の LS600 ね、去年まではまだ現行やったからよかったけど、今現行は LS500 だから、もうその時点で型遅れだから 100%。 もうあの時点でかっこよくないよね。お金持ちはもう乗り換えてるでしょ、 LS500 ってことは。今 LS600 乗っててもお金持ちじゃないって自分で言ってるようなもんなの。前は金持ってました。6666のクラウン。なんでクラウン乗ってて子供を抱っこしてる若いパパはヤンキーみたいな。絶対悪いことして金貯めてるやろ、あいつら。絶対悪いことだけして金貯めてるやろ。絶対仕事しないわ。こんな時間に子供と出歩いてるっておかしいから。ああ、もちろん。あ、レクサス。これは現行かな。LS じゃなさそうやけど。このレクサスは現行かな。
LS500 やった、現行やった、すげえ LS500 見た、 LS500 の城やった、初めてや、ね、金持ちはやってすでに LS500 乗ってるから、あれほんまもの金持ちや、いいな、いいな LS500。 ちょっともうクレープ屋遠いんですけど、クレープ屋めっちゃ遠いんですけど、クレープ屋ほんまに行かなあかん、ほんまに行かなあかん、これもう帰っていい、500円せしめたことやし帰っていい、もうバリコギする元気ないんですけど、もうこれ帰っていい、え、いや、まあ、あの花火も投げさしたことやし帰っていい、これこれはネタ的に帰るところじゃない、途中まで来たけど、いやもうめんどくさいし帰るわ言うて、花火返せや言うて、しらんしらん言うて、ね、クズ的にはそっちじゃない、配信者のクズ的にはそっちじゃない、そうそう、メガホンもバーガーもせしめたことやしねえねえ、20に行った、20に行ってる、見えへんねんけど20に行ってんの、これ行った、ギリギリ行ってる、これ20って見えてるような気がする、ちょうど行ったことやし、もうこれここで帰ったらいいんじゃん、もうここで帰ったらいいんじゃん、これこれここで帰ったらいいじゃん、おいしんちゃん、ピッケル、サドだよ、ピッケル。お手間ちゃんだって、別にバール持ってこないんだもん。普通におるだけでただのチンピラやねんから、ただのっていうか、やからのチンピラやねんから。無言でおるだけで、ね、あのやからのチンピラで、あのよく喧嘩売れるでしょ、あなた。あなたどうせよく喧嘩売られるでしょ。普通に生活してても喧嘩売られるでしょ、あなた。おりちゃんそんなことないけど。全然そんなことないけど、おりちゃんむしろあの、ああ大変ですねって言われるけど、ええ、おりちゃんは配信会一かわいいから、大変ですね、暑いですね、お茶でも飲んできに行っちゃうって言われるけど、てまちゃんは浴びてたら水かけられるやろ、ホースで水かけられるやろ、あっち行け、あっち行け言うて、おじいちゃんおばあちゃんに、やめろ、向こう行け、来んな、入ってこんな言うて、老人会がわーって手間ちゃんの車を囲むだろう、地上げ屋みたいなもんやから、手間ちゃんに地上げ屋みたいなもんやから、やっぱ開けんねやんけ、道やっぱ道開けんねやんけ、じゃあ腹減ったから、あの中華食いに行っていい、中華食いに行って、これ中華台にしていい、普通に飯食う配信に変えていい、お腹空いたんだけど、お茶よく考えたら今日まだ飯食うてへん、飯食うていい、ね、飯食うていいっすか、マジで、ふーん、宿令和って書いてある、熱っ熱っ、はてる、今なんか英語の歌ですけど、なんか言ってんの、さっきの商店街、そんなタイムラグあんの、そんなタイムラグあんの、誰、花畑牧場って誰、まあ、戻るのかよ、
いや、クレープ屋こっちや。逆逆。あ、ここ、ここ幼女の服がいっぱい売ってるとこ、ここ、ほら、幼女の服。ここいいわ。身長70から130センチの幼女の服がね、500円ぐらいで買えるの、ここ。やらしくない？買い占めたくなるんだけど、これ。やばくないよ、おじちゃん。そう、セールやで。全部買い占めたろうかな。店ごとこうて、くんかくんかしとこうかな。こんばんは。なんか、ありがたな顔したけん。ありがたな顔したけんね。人気やな。また、また、お客さんいてはるわ。今度は財布持ってきたよ。今度は財布持ってきたよ。今度はクレープ屋さん、財布持ってきたよ。何しようかな。生クリームチョコウェア。生クリーム。チョコアーモンド。生クリームチョコアーモンド。アイスフレーク。あ、ウインナーピザ風味とかもいいな。お腹空いてるし。生クリームいちごミルク。どうしようかな。あ、ごめんなさい。あ、どうぞどうぞ。はい。おかしいでしょ。それおかしいでしょ。トッピングとかできへんのかな。あ、トッピングできる。50円プラス、いちごアイスクリーム、キウイ100円プラス。アイスチョコ、アイスチョコ、アイスチョコあるね。アイスチョコ、アイスチョコあれか。入れすぎかな。アイスチョコにしとこうかな。生チョコ、生クリームチョコアーモンドも捨てがたいな、今日。でもそれにアイス入れたら420円になってない。予算オーバーや。ジュース飲まれへんや。ちょ、ジュースでちょうだい。ジュースで。じゃあ、 YouTube で見てください。YouTube で。YouTube で。YouTube でご覧ください。生クリームチョコアーモンドにアイスって入ります？はい、いけます、はい、あ、じゃあそれでいくらですか？あ、はい、じゃあ500円で。あ、後の方がいいですか？あ、はい。
大丈夫ですね。イヤホンマイクなので、オルちゃんにしか声聞こえてないから。残念ながら、君たちの声は届かないのだ。テマちゃんからもらったグレープ代。返さないですよ、子供じゃないんだから。まあね、あのクーリングオフ効きませんよ、クワッチは。クワッチはクーリングオフ効きませんからね、やから、やから企業だから、間違って投げても返してくれないから。そんなやつおったな、それ。すっかり忘れてたわ。あいつ。そうなんです。半分以上は閉まってんじゃない。電子に全開するかどうかは別として、まあ多分、まあ、今日水曜日とかやから休みのとこもあるんでしょうけど。やばいよね。やつって言って思いっきり名前言うてもてるやん。大丈夫それ、その名前やったな。え、ていうかテマちゃんなんで名前聞いてんの。住所も知ってんの。お茶も何も覚えてないけど、まあ人なんてそんなもんよ。あ、マジか。リッキー君どうなのか分かんない。っていうか朝比奈とリッキー君一緒に住んだよ。朝比奈に家賃払ってもらったよ。家賃払ってもらったよ。リッキー君、リッキー君の枠で朝比奈に出して、そこで稼いでもらって、で生活費を分け分けしたい。まあ言うてもまだ1週間ぐらいしか経ってないけどね、まだ。置いてはんねん、すごい。そうなの、ペイペイ使えるの。ペイペイ送ってください。ペイペイ、ペイペイって何なの。
はい。ああ、そのまま食べます、食べます。え、食べます、食べます。あの、アイス大丈夫かな。ああ、あれ。もうすぐ食べますかな。はい、なら。あ、そうなんですね。え、休みいつなんですか、いつも。え、いつも休みはいつなんですか、ここ。火曜日です。火曜日休み。昨日。あ、そうなんですね。え、昨日やってませんでしたっけ。昨日はしない。あ、昨日やってなかった。また来ます。はい、ありがとう。はい。え、あ、来週が11日に。了解です。はい、ありがとう。はい。おじいちゃんのね、老後のあれでやってるだけだからスピードなんて全くないねこの人。クレープ1個買うのに何分待ちされるんだよ。近所のクソガキがたまに買いに来てるけど、あなた方がクレープ食えっつったんでしょうよ。あなた方が、次天津飯がいいな。天津飯と味噌ラーメン食いたいな、うん、いつも7000円ぐらいたまんねん。あのそれはいらんわ月末。うん、さあバイクに行こう。バイク、日本橋のバイク屋筋にバイクに行こう。だからね、日本橋のバイク屋筋にバイク見に行く。ジャイロ。あるかないか分かんないけど。カラオケを見てください。セマちゃんからいただいたクレープ。おいしい。てかこの自転車がね、ブレーキ効かないのが一番危険だわ、今思ったけど。いくら食べるんだよ。420円もしたんだけど、これ。バナナいらないです。バナナはクレープとして認めません。パイナップルトッピングにしたからよかったな。
あんなちっこいアイスクリーム3つ入れただけで100円もアップしてんだけど、すごくない？こうやったらガリガリ君買うた方が安上がったやん。クレープ食べてガリガリ君2個食べた方がお得やったんじゃない？甘いんだよ。駅だから人がいっぱいいるから危ないから、ここである程度食べてから行きます。でこの間さ、駐車場の駅のところで引かれそうになったからね、クレープ食べて。危ない。溶けてきた、垂れてきた。クレープ垂れてきた。クレープ垂れてきた。クレープ食べて垂れてきた。危ない。危ない。チャリンコ乗りながらクレープなんか食べたら危ないで。チャリンコ乗りながらクレープ食べたら危険やで。あかんあかん、こっから交通量めっちゃ多なるから、危険、ほんまに危険やから。危ない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 、おばちゃんバイト危ない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 、もうウーバーイーツ頑張れ、ウーバーイーツ。学校帰りの学生たちがいっぱいおる。自転車に乗りながらクレープとか食べたら危ないで。自転車に乗りながらクレープ食べたら危険やで。また LS500 や。 LS500 ってハイブリッドじゃないやつもあるんやな。さっき LS500H って書いてあったの、今度の LS500 しか書いてなかった。チャリンコ乗りながらクレープ食べたら危険やで。みんな聞いて、注目。チャリンコ乗りながらクレープ食べたら危険やで。100円のジュース飲みたいんだけど。
100円のニュース飲みたいんだけど、100円のジュース飲みたいんだけど、100円のジュース飲みたいんだけど、チャリンコ乗りながらクレープ食べたら危険やで。女子高生が3人組の女子高生が2人と1人に分かれたんだけど、どういうこと？どういうこと？どういうことですか、ね、どういうことなんですか。なんでみんなそけんねん、なんでみんなよけんねん、おかしいやろ。なんや差別か、なんやジロジロ見とんねん、なんやジロジロ見とんねん。見せ物ちゃうぞ、見せ物ちゃうぞ。あ、見るんやったら花火置いてけ、花火。見せ物やないねんぞ。暑いわ、暑さでクリームが目立たへん。クリーム全然目立たないわ。めっちゃついてんのに。おいおちゃん、鼻、自分の鼻についてんの見えるけど、見えてないでしょ、どうせそっちから。これカメラ越しだったらなんか普通の顔やろ、これ。唇の周り舐めるだけで甘いねんけど、顔が、自分の顔が甘いねんけど。してるからね。みんな俺ちょ、避けるんだけど。なんで避けんねん、お前ら。ふざけんな。酔っ払いか。さっきのクレープ、酒入ってたんかな。やばない、やばない。チャリンコに乗りながらクレープ食べたら危険やで。君らはそんなんは恥ずかしいと思ってるか知らんけど、意外とね、やったらね、誰も見ないから。むしろ見て見ぬふりするから、どいつもこいつも、こいつら、こいつらどいつもこいつも見て見ぬふりするから。割とマジで暑いわ。アイス食べようかな。ガリガリ君買いに行こうかな。ガリガリ君、今日そろばんらしい。今日そろばん行かなあかんらしい。暑いわ、暑いわ、あっさあっさ。つけようっておかしいでしょ。つけようってどういうことですか。普通にね、チャリンコ乗りながらクレープ食べたら危険やで。でしょ。つけようの意味が分かんない。つけるってどういうことですか。何をどこにつけるんですか。ちょっとお商品に食べたら綺麗に食べれるでしょ。そんな子供じゃないんだから、子供じゃないんだからね。口の周りにクリームとクリームつけるとかね、子供じゃないんだから、子供じゃないんだから。割とマジで まだここかよ。全然進んでないんだけど。割とマジで。
あかん、もう永遠に坂道や、もうしんどい、しんどい。ちょっとその辺にガツンゴールドとか売ってないかな、ガツンゴールドとか売ってないかな、40円のガツンゴールドとか売ってないかな。ちょ、誰かドリンク代ちょうだい。調子いい？そんな出てる？マジで？よし、俺ちゃんもジャグ練しに行くぞ。ジャグ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 。四天王寺です。日本仏法最初四天王寺、日本仏法最初四天王寺。メガホン三橋さあ、黒糖ミルクさあ、チャリンコ乗りながらクレープ食べんのはとっても危険やで。とっても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 危険やで。こっちみんな見てんのかよ、なんなんだよ。反省してないのかよ。でしょ？いかな。バイクへ寄ってジャイロの在庫だけ見て。パトカー来たー！パトカー来たー！ていうか、この先に天王寺警察署あるやないか。どっから来たんや、お前はどっから来たんや。さやで、クレープ、チャリンコ乗りながらクレープ食うてるやつおるで、おまりさん。危険やで。チャリンコ乗りながらクレープ食うたら危険やで。枠終わらないんだけど。じゃあもう手ベタベタなんですけど。かわいい、かわいい。とりあえずチャリンコの後ろ姿を見たら全部かわいいっていうところ。バイク屋までもつかない、バイク屋まで持つ。いや、嫁はバナナ食うてるよ。むしろどちらかといったら食うてるよ。進んで買うてきて食うてるよ。熱い。これクレープの皮、あの紙、皮を持ってるからまだクレープ食べたんかもって思われるかもしれん。このゴミ捨てたら、おいちゃん何のために顔ベタベタついてるのか分からへんよ、これ。なんで顔ベタついてるか分からへんよね、普通の人が見たら。なん、どうした？みたいな。なんか顔化粧失敗したみたいな。おやすみなさい。ありがとうございました。暑い。天王寺の坂登り切ったわ。ようここまで来たな、おりちゃんも。おりちゃんの体力すげえな、マジで。
自分でも思うわ。俺ちゃんすげえな、ね、チラシ巻いたのにクレープ食うてんで、ね、でマジンさんとシータさんいなかったんですけどちょっとマジンさんとシータさんがいないところで食べてるけど大丈夫？まあクレープも定期的に食べに行くので、ね、皆さんご心配なさらず。おいちゃんクレープ大好きだからクレープ 毎回食べるから、毎回毎回食べる。危ねえな、こいつ危ねえな。チャリンコ通ってんのに行くなよな、バカなんじゃねえな。あの系熱い熱い。食べ終わったでしょ、もう食べたでしょ、おいちゃんの最高の一発ギャグして食べたでしょ。東進線で3000枚出そう出そう、ね、2000円を6枚に変えよう。両替しよう。YouTube に動画あげるでしょ。130円かよ、クソ。ガツンゴールドのやつリアルゴールド130円もしやがるんだけど、ガツンゴールド40円なのになんでリアルゴールド130円もするんだよ。3倍の値段っておかしいだろ、物価おかしいだろ物価。これはわあダメだ、俺のミンシーが120円するわ、絶対ダメだ。ここはデカビタ100円、デカビタ100円か、100円もすんのかよ。それだったらミラクルボディの方がペットボトルで500入ってて100円だからお得感あるよね。お得感ありまする。どっちの、あったあったあった、2ダウンの自販機発見した。あそこであのミラクルボディのドリンクやったら100円で、あ、50円自販機発見したんだけど、50円自販機発見したんだけど、どっちしよう、あ、こっちミラクルボディ100円、こっちは、こっちも100円、ドデカミン100円、結局100円かよ。どっちも栄養ドリンク100円すんのかよ、100円なのかよ、100円なのかよ。四天王寺学園の女の子に思いっきり顔見られたんだけど、でも何もリアクションなかったわ、全くリアクションなかったよ。顔見てもう乾いてんのこれ。じゃあ100円でこのミラクルボディ買います。今までためた100円でミラクルボディ買います。ついでにこのクリープの側は掘っちゃいます。よいしょ、もう手ベトベトなんだけど、手ベトベトなんだけど、財布どこ、財布出して、ミラクルボディ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 。ミラクルボディ。よし、ミラクルボディを飲んで、スーパーミラクルジャグラーで6000枚だぞ。はい、ミラクルボディ、100円のミラクルボディを買いました。自販機で買ったやつは領収書で見たらみんなに見せとかないと、みんなに見せとかないと、ね、後で配信外は不正って言われるから。100円で買いましたよ、100円ですよ、100円だからね、安心してね。おちゃんそんな高級なもの飲まないから。じゃあ引き続きバイク屋へ向かいましょう。早くしないとバイク屋さんも閉まっちゃうわ。一軒でも多くバイク屋見て、そうジャグラー前にね栄養補給しとかないと。
四天王寺学園のお嬢ちゃんなが、四天王寺学園のお嬢ちゃんなが、賢いけどボス最強やわ、賢いけどボス最強やわ。こっちはすでに彼氏がおる、女子校行ってるはずなのに彼氏つくおかしいでしょ、女子校なのに彼氏とかおかしいでしょって言うの、おかしいでしょ、ね、彼氏女子校行ってるのに彼氏はいやらしいわ、いやらしいわ、いやらしいな、かわいい、かわいい、キャワワ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 、こんなコーラ普段男に何してるんやから、かわいいって言うだけでもジュンジュワージュンジュワーで、高校1年生なのにもう彼氏連れてんで、女子校なのにおかしいでしょ、女子校なのに彼氏っておかしいでしょ、どんだけやりまくってんだよ、どんだけやりまくってんだよ。